仕事の時間だぜ。そうは言うけど。ようこそ。誰のにするんだ？どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。どれにするんだ？これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。誰のにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。どれにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。どれにするんだ？これでいいか？装備するか？お買い上げだな。誰のにするんだ？これでいいか？装備するか？ご利用サンクス。どれにするんだ？誰のにするんだ？どれにするんだ？これでいいか？装備するか？役に立ててくれ。これでいいか？装備するか？お買い上げだな。それでいいか？いくつ売る？それでいいか？いくつ売る？それでいいか？いくつ売る？それでいいか？それでいいか？いくつ？それでいいか？それでいいか？それいくつ？それでいいか？それでいいか？それいくつ？それでいいか？それでいいか？それでいいか？それいくつ？それでいいか？それでいいか？誰のにするんだ？これでいいか？装備するか？お買い上げだな。どれにするんだ？ようこそ。ベルベット合体を行うのですね。継承する。このペルソナ生まれ変わりなさい。評価をご所望ですね。
強化をご所望ですね。ご覧になりますか？ご覧ください。ではご武運を。みんな、分担は覚えてるな？私と任せろよ。速攻でぶっ壊す。双葉がハッキングを仕掛ける間、俺と誠、春が護衛する。シャドウは一体たりとも通さないわ。だから安心してね。オッケー、こんだけいりゃ100人力だ。必ず隔壁を開けてみせる。私は敵の第一波を別の場所に誘導、しばらく連れ回したら戻る。頼むぜソフィア。だが無理はするな。分かってる、無理はしない。そして作戦の鍵を握るのがお前の大立ち回りってわけだ。派手に頼むぜリーダー。行くぜお前ら、アリスの城への道を切り開くぞ。
ケリソナ切らえ、チャッ、セイヤ、気をつけろ、ゾーイが来たぞ。終わりだ、撃ち抜く、サイヤ、気をつけろ、何か来るぞ。城に突入するだけだ。ここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。ジョーカー復活、大丈夫だったか。連勝してる敵がいる。地球が隠れて水面だ。行くぞ。シャドウの全滅を確認。よし、これで。あれ、なんだろう。早速行くぞ。大丈夫、
そこなら気を抜ける。サーチライトちゃんと消えてる。陽動作戦はうまくいったようね。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。正体を見せろ。キービが残ってたか。手早く倒して先に進むぞ。チャンスだ。よし。余裕だぜ。ここのサーチライトまだ生きてる。これくらいなら朝飯前だ。かわして進もうぜジョーカー。しばき倒す。戦闘開始だ。さすがジョーカー、紙一重だ。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。さすがジョーカー。今のうちらなら楽勝だね。この調子で進むぞ。慎重に動かないと。なんか騒がしいな。結構警戒されてるっぽいぞ。アリス様の王国を荒らしたのは貴様らか。アリス様の平穏のためこれ以上先には進ませんぞ。こいつ強敵だ。みんな気をつけて。強敵だぞ。弱点の疾風を狙う。君は排除する。こういう時はフォックスが洗脳されてる。違う、あっちは敵だって。カルゲ。フォックスがヘロヘロだぞ。カルゲ。マーシャン。ジョーカーかっこいい。それでこそだな。フォックス先輩、誰か手当てを。おさえて。さすがジョーカー、紙一重だ。カルゲ、俺も続くぜ。ジョーカーの追撃がヒット。逃がさない。これで終わらせる。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。任せてくれ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。終わりだ。モンスターが洗脳状態。敵と味方の区別がついてない。敵が回復しようとしてる。食い止めろ。さっ、来い。いただいていく。あんまり効いてないっぽいな。別の属性で攻めた方がいいかも。カルゲスは任せてくれ。ジョーカー、体力大丈夫か。カルゲ、パンサーが戦線離脱。手当てを頼む。今だ。カルゲ、強敵だぞ。弱点の疾風を狙ってけ。アルセール、食らえ。新たな力を得たいんだ。敵シャドウ消滅。倒せたね。先に進もうか。気
になるものを発見した。ここから城に入れそう。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか？それじゃあ。ここから王城に準備を。よし、よし潜入。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から感じる。行くぞ。警戒度高し。迂闊な行動はダメだからな。シャドウは見当たらないわね。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探してみてくれ。何者かの侵入を感知。捕らえろ。しまった、敵だ。はっ、終わりだ。ダルゲ、あいつら、なんで気づいたんだ。何者かの侵入を感知。捕らえろ。しまった、敵だ。スイッチに仕掛けがあるのかもな。押す順番が関係してるのか。何かヒントがないか周りを集中して見てみようぜ。ロックがかかってるな。解除スイッチがないかさ。
せ。やべ、気力持たねえぞ。ちょい無茶しすぎたか。様に逆らう不届き者め。シャドウ出現、囲まれてる。すげえ、なんだよ、そういうトラップか。もうしつこすぎる。エレベーターは動いてる。到着するまで踏ん張って。マーション、ジョーカーかっこいい。それでこそだな。ダルゲ、チャンスだ。よし、新スキルゲット。今だ、エレベーターに乗り込め。シャドウの反応、まだ来る。逃がさんぞ。
が減ってるな。無理は禁物だぞ。さあ、行くぞ。なかなかハードな道のりだな。みんな大丈夫か？いよいよ敵も本気を出してきたってことだな。もうかなり登ってきたけど、屋上まであとどのくらい？あの扉の奥が階段になってるはずなんだけど。侵入者め、王の間には行かせんぞ。アリス様に逆らった罪、その身で償うがいい。シャドウだ。探索は後回し。撃退して。敵の数が多いな。あのクラッカー使えないか。チャンスだ。招待アルセール食らえ。よし。うわ、新技か。やったな、おい。よし。あ、新しい技だね。あ、ほら、新技だよ。やっと片付いたか。よっしゃ、じゃあ早速乗り込もうぜ。って、開かねえのかよ。この扉から上に行けるのは間違いないんだけど。もしかして外から登れたりしないか。調べてみてくれ。お、なんとか行けそうか。行けるとこまで行ってみよう。お宝らしき匂いはこの上だ。このまま屋上を目指すぞ。らしき匂いがするのはここだ。気を引き締めろよお前ら。しかしこれは鳥かごか。どうしてこんなものが。アリスはどこだよ。いないみたいだけど。あ、ちょっとあれ見て。あれは
宝か。いや、我が輩の知ってるお宝とは全然違う気も。あ、みんな隠れろ、シャドウだ。あいつらあそこで何を。願いは運び終えたか。はい、ひとまずこれで全部です。願い、まだまだ人は入ってくる。逃がさず願いを奪い、ここに集めるんだ。承知しました。おい、あれってあれは願いか。ああ、あん時見たのとそっくりだぜ。宝石みたいなのが願い？なんかモヤの中に吸い込まれてたけど。間違いねえ。あそこに見えてるお宝らしきモヤ、あれが願いだ。あれが。確かにアリスが集めてるとは聞いてたけど。スカ、さっきまで宝石だったろ。なんであんなモヤみたいになっちまったんだ。これはあくまでも我が輩の推測だが、あれが本来の願いの姿なんじゃないか。人間の願いにはもともと形なんてないからな。それを大事なものだと意識するから宝石みたいに形をなす。願いを奪われた奴らが奪われると意識したから願いが宝石になってたんだ。じゃあなんであれはまたモヤに戻ってんだ。願いは奪われたままだぞ。この鳥かごに収められてアリスに所有権が移ったんじゃないか。だがアリスはあれを奪われるとは思ってない。だからモヤ城に戻ったんだ。そういうことになるのかしら。とにかくあれを奪って解放すれば人々は元に戻るかもしれない。ああ、やってみる価値はあるな。待て、あんなモヤモヤどうやって盗む。予告状ってなんだ。あのモヤモヤを実体化させるための手だ。持ち主にあれを奪われると強く意識させる。そうすれば形をなすって寸法だ。そのために予告してやるのさ。お前の大事なものを取っちまうってな。なんとなく把握した。でも前みたいにうまくいくのかな。ここはパレスじゃないんだし。打たぬ金はならぬだ。まずは実行あるのみ。とりあえず今は潜入ルートだけでも確保しておきましょう。よし、一番乗り。ベイスターだ。大丈夫。今のは一体。なんかバリアみたいなの出てた。また通せんぼが。今何かが聞こえた。ソフィー、キモ、話しかけないでくれる。何男子に色目使ってんの。あいつってさ、ほんとネクラって感じだよね。わかる、ジミジミしすぎみたいな。違う、私はなんだよ今の。みんな聞こえたよね。キングが隠してる記憶。ソフィー大丈夫なのか。問題ない。それより分かったことがある。今の記憶がこの扉を開く鍵だ。鍵？この鳥かごには鍵がかかってる。本当だ、どうしてあんなものが。開けるには鍵がいる。今の声がした場所、秘密の部屋にある。でもここからは入れない。一度現実に戻らないと。現実に？なんでだよ。部屋は隔離されてる。入り口は現実にしかない。なことまでわかんのかよ。それお前の能力かなんかか。わからない、ただ感じた。も
しかしたらこの鳥かごの扉はキングの心の鍵で守られてるってことかもな。モナちゃん？ソフィーの言う通りなら、さっき聞こえたのはキングの記憶、重要な記憶の断片ってことだ。その記憶がキングの心の鍵となってこの扉を塞いでるんじゃねえかってな。重要な記憶、鍵なら見つからないように隠すのも当然だろ。理屈としてわからなくもないが、そんなことがあるものなのか。いや、今のは我が輩の予想だ。こんなの初めてだからな。もしかしたらそれもパレスとジェイルの違いなのかもしれないわね。その秘密の部屋、ここからじゃ行けないんだよな。そうだ、現実でその場所を探さないと。それってどこなんだよ。そこまではわからなかった。さっきの声と関係のある場所なんだよね。うん、なんかいじめっぽい感じしなかったか。男子に色目、学校かな。そうかも。冴えてるな、パンサー。私も学校で似たようなこと言われてたから。パンサー、そうするとアリスが通っていた学校に鍵があるということかしら。その可能性が高い。よし、一度現実に戻って調べようぜ。予告もしなきゃならないしな。忙しくなりそうだぜ。おかしいな、何もわからん。え、芸能人の通ってた学校なんてネットですぐに出ない？そう思ったんだけど全滅した。裏情報も該当なし。あるのはファンが妄想で書いたフェイクばかりだな。いくら解明してたって痕跡ぐらいありそうなもんなのに。双葉でも調べられないとかあんのかよ。不自然に情報が消されてるんだ。こりゃ誰かが意図的に隠してるな。意外なところでつまずいたな。アリスの学校がわからなければ隠された部屋とやらも見つけようがない。でもネットの情報を全部消すとか普通できなくない？何か他に調べる方法は。まこちゃんのお姉さんに調べてもらうのとかどうかな。元検事の弁護士さんならあまり表に出ない情報も手に入るかなって。おう、いけるかもな。頼めないか、誠。それはいいけど、なんて説明したものかしら。個人情報は保護されるべきものだし、そう簡単に許してくれるとは思えないけど。まあ意味わかんねえよな。アリスの通ってた学校調べてくれとか。下手したらこっちが尋問されるぞ。答えなさいって。なるほど、ヒイラギアリスの学校ね。お前はこの前の。うさんくさい刑事。刑事っつうか公安な。つうか別にうさんくさかねえだろう。いや、臭いのか。はい、とっても。えらい言われようだな。つうか笑顔で言うなっての。なんか用かよ。そう、邪険にするなって。お前らを助けに来てやったんだぜ。助けにって。ヒイラギアリスの母校が知りたいんだろう。こんなところで話してると筒抜けだぜ。ヒイラギアリスについてはどういうわけか情報が少なくてな。特にデビューする前のことはきれいに消えちまってる。で、困ってるであろうお前らをこの俺が助けに来てやったってわけだ。公安の俺ならアリスのことを調べられる。どうだ、協力してほしいだろう。あ、いいっす、自分らで何とかするんで。うん、もう少し時間くれれば必ず見つけてみせる。でな、俺の力が。ってちょっと待て、せっかく協力しようってんだぜ。ありがたく受けとけって。ごめんなさい、警察は信用できないんです。だから笑顔で言うな、笑顔で。はあ、分かったよ。
まずは信用を得るところからだな。ヒイラギアリスはお前らの先輩だ。厚生高校か。ん？ああ、いや、お前以外の先輩だ。囚人学園？こいつは貸しにしとく。ちゃんと返せよ。行っちまった。敵か味方か読めない男だ。つかなんでアリスの通ってた学校知ってんだよ。警察もアリスをマークしてるってこと？ありえるな。だとすれば一応信頼には値する情報ということね。まあ試してみるしかねえか。学校からなら隠し部屋に行けんだろ。そのはずだ。グニャって中に入れるはず。了解。グニャっとな。とにかく現地へ向かいましょう。話はそれからよ。ああ、行ってみるぞ囚人学園に。